えー、速報です。えー、財務省の、関係者からもたらされました。それはですね、岸田総理が朝食を食べ終わった後官邸でポロッと言い始めたそうなんですけども、国民税を検討しているそうなんですよね。まあ、これはどんな税金かというと、もうね、いろいろとね、めんどくさいんで、生きてるだけで毎日10円、あまねく回収しようというものですね。まあ、この国民税に対して、まあ、財務省から金一封が渡されて、しめしめとこれポケットに収めているところを、 財務省からね、あの、金铺を渡した、私本人が取りまして、これを、まあ、暴露したってことになります。まあ、財務省のガーシーといえば、私と呼んでいいのかなと思いますけどもね。えー、まあ、そんな妄想が、昨今あります。まあ、でもね、こうなったら、岸田総理は、しまいには国民税とか言ってね、もう理由はどうあれ、10円払えみたいな。もうこうなったら理屈もね、必要性もどうでもいいと。国民が常に困る方向、困る方向を検討している。 そして実行に値するということでね。これからも岸田総理の活躍を見守っていきたいなと思いますね。いやーでもね、増税好きですね。結構思いつきますね。 今度、タバコ税も上げるそうで、あと、酒税ですかお酒の税も上げるそうなんですよ。その片方で、若者のお酒離れ。ね、んなと言ってたりとかね。なんか、若い者は飲み会を嫌がる傾向にあるな、とかね。それからなんか、飲酒運転を解禁しようかって動きもあったりとかね。飯塚幸三さんになんか顧問お願いするみたいな噂はなかったりするわけなんですけども。まあ、それでも、今日もまた増税議論が湧くんじゃないですかね。いやー、お疲れ様です。